どうもこんにちは、松本です。今回は農業者年金についての話なんですけれども、まあ年金っていうとあんまりいいイメージを持たれている方いないかなとは思うんですね。毎月保険料もう当然義務だから払うけれども、もう払ってるけれども、正直もらう側に立った時にいくらもらえるか分かんないな、もう本当に目減りしてスズメの涙ぐらいになっちゃうんじゃないのとか、その国民年金の制度そのものがどっかでいつか破綻するんじゃないのっていう国に対する不安とか不信感みたいなものがやっぱり拭えない部分っていうのはあると思いますし、今現在のこのコロナ禍の状況の中ではその国民年金の保険料の支払いすら大変っていう方もだいぶ多いかなっていうふうに感じますので、そう考えた時に今この農業者年金の話をするかどうかっていうのはちょっと微妙なところではあるんですよ。農業者年金というのは国民年金にプラスする付加年金みたいな位置づけですので、国民年金の支払いすら大変なのにプラスアルファとかもう考えられないよっていう、まあそういう状況ですから、今この話をして誰に響くのっていう疑問はもちろん私の中にもあることはあるんですね。ただまあこの今話すか後で話すかっていうことをまあ別にしても、やっぱり知っておいて損がない話です。実際は調べてみましたけれども、かなりお得な制度なんですよ。他にもそのいわゆる厚生年金とか国民年金基金とか、個人でやるような確定拠出年金みたいなものがあったりしますけれども、そういうものを含めていろいろな年金って言われているものを含めて考えてみても、比較しても農業者年金ってはかなり優遇されている制度になってます。かなりお得な制度なんですよ。ですので、その今現在の状況から見て入る入らないとかっていうことを別にしても、まず農業者年金って何なのっていうところを知っておくと、いざその状況になった時に、おやっぱ使ってみたいなって思った時に気持ちよく使えると思いますので、この辺の判断をするためにもまずは話を一度聞いていただけるといいかなと思います。まず最初に結論として、農業者年金って何かっていうのを端的にお伝えしておきますけれども、これはですね、国民年金基金と確定拠出年金、あと厚生年金、この3つのいいところを組み合わせた最強の年金システムというのが結論になります。でまあここまで聞くとかなり怪しい感じですよね。なんか香ばしい匂いがプンプンしてきて、なんかちょっと入ったら騙されんじゃないかなっていうようなメリットしか言ってないじゃんっていう風に感じるかもしれないんですけども、本当になんかこう農業って優遇されてるなっていうのをすごく感じられる制度になってますので、ぜひ最後まで聞いていただくとそれがよくわかると思います。じゃあ早速ですけれども中身に入っていきたいと思います。まず加入条件というか、誰が加入できるのかっていうことで言えば、まあ名前の通り農業者のための年金ですので、農業者じゃないともちろん加入はできないんですよ。でもうちょっと具体的に言うと、まず国民年金に加入してますっていうのが条件です。でそのいわゆる厚生年金に入っていた場合は加入できないんですよ。ですのでいわゆる自営業者、まあ、農業も含めて自営業者、事業者が、まあ、該当するっていう形になってます。でもう一つが年間60日以上農業に従事してるっていうような形で、そのがっつり農業じゃなくて兼業農家であっても厚生年金にさえ入っていなければ加入できたりするんですよ。だから専業兼業っていう括りはないんですね。でもう一つ付け加えるなら、20歳以上60歳未満ということで、これはもちろん国民年金と同じで、その何十年払い続けないといけないとか、60歳から払ったところで65歳でもらえるかっていうとそんなことはないですので、まあその辺の年齢制限はもちろんあったりします。で農業者年金とは何かっていうのを、まあ、図で表すとこんな感じにはなってくるんですけれども、よく1階建て2階建てっていうような形で表現はされてます。で1階建ての部分、これは国民年金がそこに当たるんですけども、まずベースとして国民年金っていう制度があって、これは自営業者であろうがサラリーマンであろうが、そのサラリーマンの主婦であろうが、まあ誰にとっても1階の部分、これは国民年金になります。で2階の部分はこれはプラス
アルファの年金っていう位置づけなんですけれども、これについては立場によってやっぱり変わってて、自営業者の場合、いわゆる国民年金だけ払ってますっていう場合であれば、今回のその農業者年金がここに該当しますし、国民年金基金とか、個人型の確定拠出年金なんかもこちらに入ってきます。でサラリーマンであれば厚生年金であったりとか、その、まあ、企業型の確定拠出年金があったりとか、まあ多少2階建ての部分、2階の部分は違うんですけれども、要するに農業者年金っていうのは自営業者、国民年金だけ支払っている人が使えるプラスアルファの年金っていう位置づけになってくるんですよ。まず大きな特徴として元本が保証されているっていう点が挙げられるんですよ。これはですね、あの国民年金の場合、終身保険みたいな形になってますよね。65歳からもらい始めて死ぬまでずっともらい続けるっていうようなものですけれども、もし早く亡くなった場合、65歳からもらい始めて70歳で亡くなっちゃいましたって5年間しか国民年金受け取らなかった場合って、これ損しますよね。40年間払い続けてて5年間しか受け取らなかったっていうと、やっぱり損した感じありますけれども、農業者年金はこれがないんですよ。もし仮に65歳からもらい始めて70歳まで受け取りました、で本当は一生涯もらえるはずのところで、まあそこで亡くなっちゃったから、これ損するかっていうと、その亡くなった時点で支払った分を差し引いた残りの保険料として支払った分っていうのは、死亡一時金っていう形でもう生命保険かのようにごそっと返ってくるんですよ。ですので、そういう意味で元本がしっかりと保証してあるっていうような、もう手堅い制度なんですよ。もう一つの特徴としては、インフレに強いということが挙げられるんですけれども、これを説明しようと思ったら国民年金基金と確定拠出年金の説明がちょっと必要になってくるんですよ。で確定拠出年金って何ぞやっていう話で言うと、これまあ個人型のものはイデコってよく言われたりします。まあ愛称でそういうふうに呼ばれたりするんですけども、これは毎月一定の金額をまあ積み立てる形で自分で年金を運用していくっていうものなんですよ。でその運用先っていうのは、まあそのどこにしようかっていうのを選んだりするんですけども、あの元本割れのリスクがあるんですよ。運用のされ方によっては、その支払った分が目減りしてしまったりする、もう投資ですから目減りするリスクっていうのがやっぱりあったりするんですね。でもちろん景気が良くなって、そのいわゆる物価がどん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 上がっていくっていう風なスライド、物価上昇が あればそれに合わせてやっぱり運用額も運用成績も上がっていきますから、そういう意味ではその物価の上昇、物価スライドに関してはそのやっぱりちゃんと投資をしてイデコのようなもので運用していった方が、あの最終的には年金額が増えたりして良かったりはするんですけれども、やっぱりなんだかんだと運用に失敗すると元本を割ってしまうっていうリスクもある、そういう怖さを持ってるのが確定拠出年金なんですね。これに対して国民年金基金っていうのは、そういう元本割れのリスクはまあないですね。あの毎月積み立てていくっていうのはもちろんそうなんですけれども、その年金額も一定なので、特にその運用がどうのこうのっていうのは、これはもう年金基金、国民年金基金に預けて国民年金基金が運用するって形になってます。でその投資で失敗したどうのこうのっていうのは、あの年金額にはほぼ影響しないですので、元本割れするとかしないとかそういうことは考えずに運用していけるんですよ。そういう意味ではすごく安定はしてるんですね。ただ先ほど言ったように、物価がどん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 上がっていくような、経済成長していくような時代だと、その最終的に見た時に年金額が目減りしている感がどうしても出てきちゃうんですよ。その今現在、例えばジュースが1本100円で買えます、缶ジュース1本100円ですっていうのが、将来30年後には缶ジュース1本200円ですっていうふうに物価が変わった場合、その同じ100万円でも買える本数が半分になりますよね、1本の値段が倍だと。
そうすると100万円の価値っていうのは30年後には半分の価値しかなくなっているっていうことがやっぱりあって、これは物価の上昇に合わせて年金のその額も運用していかないと最終的に目減りしてるっていう状況になっちゃうんですよ。もうこれも結局のところ元本割れしないとは言いつつも、よくよく考えたら元本割れしてんじゃんっていう状況になったりするんですね。そういう意味でその国民年金基金っていうのは運用が活発に行われない分、そのインフレに対してすごく弱いんですけども、確定拠出年金っていうのは目減りする、元本割れする可能性はあるものの、インフレにはまあ割と強い制度にはなってるんですね。だからそれぞれ一長一短あるんですよ。でその一長一短ある一長の部分、国民年金基金の安定して元本割れしないっていうメリットと、確定拠出年金のインフレに強いっていうメリットと両方合わせ持っているのが農業者年金っていうことになってるんですね。で3つ目の特徴、これも非常に大きいんですけれども、国庫補助が受けられるんですよ。要するに支払った保険料の半額、最大半額を国が支払ってくれるっていうもの、補助してくれるっていうもので、これ結構厚生年金に近いと思うんですね。厚生年金っていうのはその保険料の半分を会社側が負担してくれるっていうものですけども、これと似たような形で保険料の半分を国が負担してくれるっていうふうに制度が作られてるんですよ。でこれはもちろん全員が受けられるものではなくて、条件があって、その条件を満たした人は半額補助を受けられますよっていうものなんですね。これ具体的に言うと、まあ年齢制限なんですけれども、39歳より若くして農業者年金に入ってくれたら保険料半分もしくは3割負担しますよっていう風になってます。35から39歳の間に加入してくれたら3割負担、要は2万円の保険料であれば6000円を国が負担しますよってなりますし、35歳より前、もっと若い段階から年金入ってくれたら半分、2万円の保険料に対して1万円は補助しますよっていう風になってるんですよ。でこれもちろんその条件があって、年齢の条件ももちろんそうなんですけど、他にも条件がいくつかあって、収入が、所得が900万円以下だったらっていう条件がついてます。要するにめっちゃ稼いだらその半額補助はやめますよっていう話ですし、もう一つ、認定農業者を、まあそこを認定を受けているっていうことが一つと、かつ青色申告をしてますよっていうことも条件になってます。で認定農業者で青色申告者で、まあ所得が900万円以下で年齢が39歳以下だったら、国が国庫負担として、国庫補助として半額補助をマックスしますよっていう、そういう風になってるんですよ。ですのでこれ若くして、もし農業者年金入っとこうって、老後心配だから、いや付加年金として農業者年金使おうかなって思ってるんであれば、これは早ければ早い方がやっぱりメリットは非常に大きいなっていう、そういうものになってます。ただですね、これ一個だけ注意点があるんですけれども、この国庫補助を利用した場合、死亡一時金っていうものはなくなっちゃうんですよ。最初に説明しましたよね。65歳から受け取り始めて70歳でもし死んじゃったら、払った分の保険料は死亡一時金として戻ってきますよって話しましたけども、この戻ってきますよ金がなくなっちゃうんですよ。もう国民年金と一緒です。終身保険ではあるけれども、払って、もらってもらってもらって死んじゃったら、はい、おしまいっていう風になっちゃいますので、そこはちょっと注意する必要がありますし、これですね、65歳からもらえますっていうのは、農業を辞める、もしくは事業承継で息子に引き継ぐみたいなことをしないと、65歳から受け取れなくなります。だからこの国庫補助っていうのは、いろいろデメリットももちろんありますので、そこは注意する必要はあるんですけども、とはいえやっぱり金銭的にかなりお得な制度に作られてますから、まあ若い方はぜひ利用した方がいいんじゃないかなとは思います。
さて、ここまで聞いてメリット多いからちょっと検討してみようかなっていう方がいる一方で、いや待って待って待って、農業者年金って過去に破綻しなかったっけって心配される方いると思うんですよ。でこれ実際破綻してるんですね。正直にお伝えしますけれども、農業者年金っていう制度そのものは1970年に始まったものなんですけども、一度2001年に破綻して制度を作り変えてるんですよ。もともとは国民年金と同じ付加方式って言って、現役世代が支払った保険料を高齢者の その年金受給者に分配していくっていう、そういう方式を取ってたんですよ。ただ農業者人口っていうのはぐーって減ってますよね。この減り続ける人口に対しては、そのいわゆる加入者が、現役世代が減っていく中でもらう人が増えていくっていうのが急激に進んだせいで、その運用がうまくいかなくなっちゃったんですよ。だから国民年金も危ない危ないって言われてるのはそこが大きいんですけれども、その国庫負担、国庫補助が大きすぎてきついみたいなところがやっぱりあったりするんですけども、農業者年金は一足先に破綻しちゃったんですよ。でそこで、いやこれはちょっと作り変えなきゃやばいやばいっていうことで、2001年にガラッと変えて、今現在は積み立て方式に変わってますので、自分が支払った保険料が運用されて、まあ、30年後40年後に自分の元に帰ってくるっていう、そういう形に変わってます。でそこにそのインフレに対応するために確定拠出年金のような運用方式も使ってますから、まあ今の制度に関しては、まあ、安心して破綻する危険はほぼないんじゃないかなっていうことで、まあ、安心して、まあ、加入してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで農業者年金についてお伝えしてきました。まあ破綻したっていうイメージやっぱり悪いかなっていうふうには思いますけども、もう制度がガラリと変わったのでそこは安心してもらいたいですし、この国民年金基金の元本割れしない、元本保証されているっていうメリットと、確定拠出年金のインフレに対応できるっていうメリット、そしてまあ条件付きではありますけれども、厚生年金のように国庫補助が最大半額受けられるってメリット、この3つのメリットを兼ね備えている、まあ、そういう年金制度ですので、他の年金制度に比べるとかなり優遇されてるんですよ。ですのでまあ本当に付加年金としてプラスアルファ国民年金だけだと、どうしても老後の生活不安だなとか、その生活費絶対これだけじゃ足んないよな、厚生年金入ってないし、やっぱプラスアルファもう2階建ての2階分もいるよなっていうふうに思われる方いらっしゃるんであれば、これはもう国民年金基金入るよりも、確定拠出年金使うよりも、農業者年金に入った方が、農業者であればこれはもう本当にいろんな優遇措置ありますから、もうぜひぜひというか、まあ私自身が勧めるわけではないですけども、他のに入るくらいだったら農業者年金がいいっていうぐらいのことは、まあお伝えしておきたいなと思います。参考にしてみてください。このチャンネルでは、まあ、自分で調べるとめんどくさい、分かりにくいなっていうものを私自身が調べて噛み砕いて分かりやすくお伝えするっていうスタンスでやってますので、まあ、またチャンネル登録などしてもらえると最新の情報が手元に届くようになりますし、まあこういう情報知りたいとか、これ解説してよというのがありましたら、コメント欄の方に書いていただけると、私の方でも、まあ、より好みするとはいえ、なるべくお答えしたいなっていうふうに思ってますので、ぜひ書き込みの方もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。